駅前景。赤い屋根の建物群が西口駅舎。ホームを挟み反対側のオード半円形の建物が東側駅舎。一番西側のプラットフォームは LRT の L 専用で、写真では延伸工事中アームトラックやメトロリンクが発着する地上プラットフォーム D 線の電車ユニオン駅はアメリカ合衆国ロサンゼルス郡ロサンゼルス市の ダウンタウン北東部にあるターミナル駅でアメリカ合衆国にいくつかあるユニオン駅のうちの一つであるアムトラック、メトロリンク、メトロレールの列車が発着する駅舎は特徴ある外観と内部で知られるロサンゼルス軍都市圏交通局が所有アムトラックの主要ターミナル駅である受託荷物の取扱駅で荷物のチェックインは発車時刻の24時間前から 可能である。以下の路線の始発駅、終着駅である次の列車がこの駅を経由するなお、オークランド、サクラメントマイナスベーカーズフィールド間を走る、サンホアキンとの連絡のためあたり駅から、ベーカーズフィールドへの連絡バスが運行されている。メトロリンクは、南カリフォルニア地域鉄道局が所有する、通勤列車で、全7路線のうち以下の6路線がこの駅から、 出発している。メトロレールは、ロサンゼルス軍都市圏交通局が運営する、地下鉄と LRT で、この駅に乗り入れているのは次の参戦である。地下鉄、LRT とも、ホーム構造は、それぞれ一面二線の島式となっている。ユニオンステーションの駅舎は、パーキンソン府市を中心とし、ヤンバンデアリンデンを含む何人かの建築家たちによって設計された。 壮大な建物ではあるが、他のユニオン駅と比べると小規模な駅舎と、みなされている。建物は、ダッチコロニアル様式、ミッションリバイバル様式、ストリームライン、モダン様式の設置中で、細部のデザインには八方星が使われている。駅舎の中には、待合室の他にレストラン、バー、コンビニエンスストア、コーヒーショップなどが設けられている。また、 一般利用客用の待合室の他に、アムトラックのビジネスクラス席、新会社利用客のためのメトロポリタンラウンジも設けられている。待合室の両側には中庭があり、もともとは列車を降りた乗客は南側の中庭を通るようになっていた。内部の壁の下部はトラバーチンで、上部は音響効果タイルである。大きな部屋の床は、 テラコッタのタイルが敷かれ、通路中央には大理石やトラバーチンが埋め込まれている。駅舎正面入り口を入って、左側の広間はかつて、チケットカウンターとして使用されていた。チケット売り場が待合室の先へ移った2017年現在も、カウンターが残されているが、貸し切りイベントやロケ撮影などの特別な行事のほかは、一般客の立ち入りが制限されている。 モダンな東口駅舎、バスロータリーのパトサウラストランジットプラザは、ユニオン駅の東側にある。駅周辺からは、多数のバスが発着している。バス専用道路、エルモンテバスウェイを走るバスは、アラメダストリートの西、エルモンテバスウェイの入り口付近に止まる。アムトラックスルーウェイモーターコーチが運行する、長距離バスは、西口駅舎北側のバス停から発着する。 発車時刻は、アムトラックのサイトで列車の場合と同じように、出発地と目的地を入力して検索すれば表示される。ベーカーズフィールド業は、アムトラックのサンホアキンに接続するための路線である。ロングビーチ、サンペドロ業は、カタリーナ島行きフェリーとクルーズ船のターミナルへ、向かうのに利用できる。メトロライナーは、ロサンゼルス軍都市圏交通局が運営する。 高速バスシステム。バス専用レーンなどを利用して高速化を図っている。ユニオン駅にはシルバーラインが通っている。シルバーラインにはアラメダストリートとエールモンテバスウェイの交差点付近から乗車する。このバス停は2013年4月までにパトサウラストランジットプラザ近くに移転する予定である。 シルバーラインの運行時間は平日は午前4時15分頃から午前1時45分頃まで、土日休日は午前5時頃から午前1時45分頃までである。パトサウラストランジットプラザーたまにメトロのつくバスは、ロサンゼルス軍都市圏交通局の運営。ダッシュアは、ロサンゼルス市交通局の運営。アラメダストリートの西。 エルモンテバスウェイの入り口近くに止まるバスパトサウラス、トランジットプラザを発着するバスセザー、イーチャベス、ビンズから発着するバス駅正面道路の反対側にはロサンゼルス発祥のチオレベラ街があり、ロサンゼルスの見どころの一つになっている。駅舎からホーム下の連絡通路を通り抜けると、ロサンゼルス郡都市圏交通局のビルと、そのカスタマーセンターがある。 さらに階段を上って、外に出たところが、バスターミナル、パトサウラストランジットプラザである。多くの映画やドラマでこの駅が撮影場所として使われている。このほか2021年に行われた第93回アカデミー賞では、メイン会場として使用されている。ありがとうございます。